1812年、アメリカ合衆国大統領選挙は、1812年10月30日から12月2日に、かけて施行されたアメリカ合衆国の大統領、及び副大統領を選出する選挙である。米英戦争の陰で行われた、現職で民主共和党推薦のジェームズ・マディソン大統領と、民主共和党の反体制派で、マディソンの下で副大統領を務めたジョージ・クリントンの、 老いにあたるでウィット・クリントンの間で興味をそそる争いとなった。野党の連邦党はクリントン支持に回った。それにもかかわらず、マディソンが手際よく再選された。ナポレオン戦争の波及効果は、ジェームズ・マディソンの一期目を通じて、着実に悪い方向に向かっていた。イギリスもフランスも、海上でのアメリカの中立権を無視し、アメリカ戦を打破していた。イギリスは、アメリカの水湯を、 強制徴用し、アメリカの北西部領土の中で取りを維持し続け、また北西部でも南西部でも、アメリカと戦争をするアメリカインディアンを支援し続けることで、挑発を加えていた。一方、アメリカ合衆国の南部や西部の拡張論者は、イギリス領カナダやスペイン領フロリダを無闇に欲しがっており、イギリスの挑発を、領地域を獲得する名目にしようと考えた。圧力は、 確実に高まり、1812年6月12日、この日はマディソンが民主共和党から候補者に指名されており、連邦党は候補者を決めていなかったが、アメリカ合衆国はイギリスに対して宣戦復刻した。5月18日、民主共和党は連邦議員による党員集会でバージニア州出身の現職ジェームズ・マディソンを大統領候補に指名した。 副大統領候補には、組み合わせのバランスを取るために、ニューイングランドの人を求め、最初は、ニューハンプシャー州知事ジョン・ラングトンを選んだが、ラングトンは年齢を理由に辞退し、後に行われた2回目の党員集会で、マサチューセッツ州知事のエルブリッジ・ケリーを指名した。副大統領職は、ジョージ・クリントンが1ヶ月前に指揮をしてから、空席であった。5月29日。 ニューヨーク州議会の民主共和党反体制派の集会で元上院議員で現ニューヨーク市長、副大統領のオイデアルでウィット・クリントンを指名した。クリントンの選挙運動はそのパンフレットや演説を地域に合わせたものにした。北東部では反戦候補者という姿勢を浮き上がらせた。一方南部や西部では戦争に反対する人がほとんどいなかったので、 戦争をより活発に遂行するという立場を取った。連邦党は9月にニューヨーク市で開催された党員集会で激しい議論を交わした後、1800年以来負け続けている民主共和党を破る最善のチャンスとしてクリントン支持を決めた。続いて副大統領候補として元アメリカ合衆国検事のジャレド・インガソルを選んだ。クリントンはその地域ごとの選挙運動を続け、 最も戦争の影響が、大きい北東部では反戦を、南部と西部では戦争支援を訴えた。連邦党は、アメリカ合衆国会員で議席を増やし、クリントンは、アダムズ以降の連邦党候補者としては前線し、ニューヨーク州とニュージャージー州を取り戻して、一般選挙では、接戦に持ち込んだが、選挙人獲得数ではマディソンが、そこそこの差をつけて大統領に再選された。 18州のうち、一般選挙で選挙人を選んだのは9州だった。一般選挙で選挙人を選んだ州では、その選挙権についての財産規定で、州ごとに大きなばらつきがあった。オハイオ州の選挙人のうち一人は投票しなかった、連邦党のデオイット・クリントンと、民主共和党のエルブリッジ、ゲリーの2党にまたがる票は、ゲリーの出身州マサチューセッツ州の、 連邦当選挙人3名のものであった。ありがとうございます。